はい、こんにちは、まえちゃんねる前原です。はい、今日はこちらですね。うん、レゴスターウォーズ4の X ウィングファイターです。はい、スターウォーズエピソード7フォースの覚醒の新しい X ウィングだね。うん、そちらがレゴで出ておりましたので購入してきました。はい、昔のルークの X ウィングファイターこちらにありますね。はい、実際ねこっちも作ってみてちょっと比較もしてみたいと思いますね。はい、はい、じゃあ早速作っていきましょうか。はい、はい、じゃあ久しぶりに取り出しましょう。はい、結構分厚いサッシが入ってるね。そしてステッカーが1枚とあとレゴ自体は5袋入ってますね。はい、はい、じゃあ早速作っていきましょう。すごい。はい、ということで完成しましたね。はい、っていうかちょっと数日経っておりますけれども、うん、あのねこれ作るのにね結構時間かかっちゃって、その間にもうエイシン君は寝ちゃったんだよね。うん、でパパは引き続き作って、これはまた別の日に撮影しております。うん、はい、でこれがポーの X ウィングファイターでございますね。うん、黒い X ウィングだね。うん、でちなみにポーって誰ぞやってことなんだけど、うん、これこの方です。 X ウィングの中に入ってたパイロット、これがポーなんだよね。うん、でポーっていうのはこの人です。うん一見ね、なんかちょっとルークっぽいんだけど、うん、これルークじゃない。ルークがもう完全に年を取ったみたいな感じだけど、うん、そう違うっていう。もっとルーク年取ってるからね。うん、うん、だからこれは違います。ポーです。ちなみにメッツァにはパッケージが他にもいろいろあるんだけど、うん、この3PO と R2 と BB-8 のやつ、うん、これも買ってきたね。うん、これ一番いいね。うん、あともう一つこれキャプテンファズマと、あとカイロレン。うん、こっちがレッドフォースアージ、うん、でこっちがブルーフォースアージっていうことで、うん、辛口チャージ炭酸って書いてある。エナジー系なんだこれきっと。こっちが爽快リフレッシュ炭酸だって、うん、これを飲みながらやりましょうか。はい、チョポチョポチョポチョ。ではようやくですけれども、こちらの X ウィングファイター紹介していきましょう。はい、今エイシン君畳んだね、ここに着陸用のこれ足が出るようになってますね。うん、これは折りたためます。うん、それでこの上にねハンドルがありますね。はい、でこれをエイシン君開いてください。回すと X ウィングの羽が開きますね。うん、もう超かっこいいのこれね。そうだね。あ、すごいかっこいい。うん、黒とオレンジの X ウィングということで、ね、今までとは全然違う感じがするけど。うん、それでだ、ね、この四隅にですね、うん、一応レーザー砲ついてるんだけど、うん、このね赤いやつ、うん、これをですね後ろからこうやって押すと一応発射します。こんな感じね。はい、こちらが先ほどもチロッと見せましたねポーのミニフィグでございますね。そしてこちらが BB-8 ですね。うん、かわいいね。うん、あとポーの方はですねヘルメットを外してくるっと1回転させるとこういう顔になります。うん、こちらがレジスタンス X ウィングパイロットだね。そうだね。うん、特にないかな。ヘルメットを取っても後ろから顔はないですね。ね、はい、そしてこちらがレジスタンスグラウンドクルーでございますね。うん、これはねエイリアンだね顔が。うんうん、あのちょっと見たことのないタイプのエイリアン。それと X ウィングに登場するためのはしごがありますね。うん、あとクルーを乗せたこのスピーダーみたいなビークルがありますね。うん、後ろは武器庫みたいになっててレーザーがついてるでしょ。うんうん、ちっちゃいレーザー砲が入ってますね。はい、こちらがですね以前紹介しました古い方の X ウィングですね。うん、後ろにハンドルがついててこれを回すと翼が開きます。はい、こちら側はですね特にこう何か飛び出すっていうね、うん、ギミックはありません。うん、こんな感じでございます。ほら、うん、2つ並ぶともうめっちゃかっこいい。うん、こっちはルーク。で、後ろに乗っかってるのは R2D2。 うん、で、こちらはポーで、うん、後ろに乗ってるのは BB-8。 うん、ということで新世代だね、こちらがね。うん、ちなみにサイズはですねほぼほぼ一緒でございますね。うん、ここから出てこないエンジンが、うん、ちょっと飛び出てるね、うん、新しい方がね。うん、それとこの前、うん、翼にある4つのやつあるでしょ。これとこれと、うん、これとそうそうそう、うん、4つあったんだけど、うん、今回のやつは、うん、こうね、でかいエンジンが2つに割れてるって感じだね。うん、閉めるとちゃんとしたエンジンっぽくなる。あ、そう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 、これこれこれ、そうそう、でかいエンジンが2つついてそれが上下に割れるっていう感じするよね。うんうん、ちょっとその辺が違うかなって思いますね。うんうん、はい、ということで今回はレゴスターウォーズポーの X ウィングファイターでした。はい、ということで今日の動画いかがでしたでしょうか。久しぶりのレゴスターウォーズだった、うん
そんなことないかな。そうかな。そうかな。ということで今日の動画もし良かったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いしますね。はい。そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますのでぜひチャンネル登録もお願いします。はい。そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。はい。はい。ということで今回は以上でございます。バイバイ。